ニコラ・アントワーヌ・トーネーはフランスの画家である。フランス革命の後、フランス美術家施設団の一員としてブラジルに渡った。パリに生まれた。父親はエナメル画家であった。15歳になってパリのエコールでボザールに入学し、ニコラ・ベルナール・レピシエに学んだ。ブレネやフランチェスコ・カサノバのスタジオでも学んだ。奨学金を得て、 1784年から1787年までローマに留学した。1787年に帰国しサロンドパリに出展した。フランス革命が始まると革命を称えるが題を選んで出展しなければならなかった。1795年に芸術アカデミーが再興されると会員に選ばれた。ナポレオンが権力を掌握した時代には ナポレオンの軍隊の戦いを題材に描くことになった。ナポレオンの時代が終わった時、ナポレオンのために働いた多くの芸術家が仕事を失うことになった。当時、ブラジル、リオデジャネイロに戦としていたポルトガル王、ジョアン6世の政府が美術アカデミーを作るための教師として十数人のフランス美術家施設団が葬式され、ブラジルに渡った。 フランス内務省の役人だった美学者のルブルトンが組織し、画家のジャンバティスト・デブレや、トーネーの弟の彫刻家のオーギュスト・マリー・トーネー、版画家のプラディエラがメンバーに含まれていて、新たに創設されたブラジル定立美術アカデミーの中核となる構想であった。トーネーは1816年3月にリオデジャネイロに到着し、アカデミーの教授に任じられた。この フランスの芸術家たちと現地のポルトガルの知識人との間はうまくいかなかった。ポルトガルの人々はもともとナポレオンの侵攻を受けてブラジルに逃れた経験からフランス人を吸いていなかったし、フランス語による教育の強制に反発があった。フランス人たちは1819年に校長だったルブルトンが没した後、ポルトガル人のダシルバーが校長に選ばれたことに不満を持った。 トーネイは1821年にフランスに帰国したが多くのブラジルの風景画を残した。1830年にパリで没した。ありがとうございます。